これ食べていい？うん。ほんと？いただきます。ん？もう冬休み？うん、厳密に言えばまだ。どっち？もうそろそろ。普通に土日か。うん、でも今日お母さんがあのお墓参りで。お墓参りで。お墓参り？うん、お墓参り、あ、その、うん。吉田のとこに行って。おばあちゃんの？そう、で、こっちに来て。なんか、今買い物行ったから。別にお買い物は知ってる。行かないから、別に。結構これ美味しいですね。美味しい。ソルティーってやつ。ああ、多分あれだ。駒沢さんが持ってきたやつだ。あれ、まゆみさんってもうおいくつになられた？まゆみさんって言ってたっけ？あの、マヨ姉ちゃんとか、まあ昔は言ってましたけど、まゆみさんってあれおいくつになられた？おいくつになられたって22？ あ、うん、後悔。何お見合いこれ？いえ、なんだ？なんか気持ち悪い。僕もなんか、うん、中3になって、うん、大人になって。中 3？ はい。もうそんなだっけ？あ、はい。あー、でかくなったもんね。はい、164センチ。あー、はい、結構大きい方です、クラスでは。なんかもう、あ、30分ぐらい帰ってこないみたいな。どこまで行ったんだろう。なんかスーパー寄って帰る、帰るから遅くなるみたいな。スーパーだけど。なんかゲームします。ん？ゲームします。ゲーム？何ゲームって。ん？マジックみたいな。マジック？マジックみたいな。食べていい？いい？うん、いいよ別に。いちいち言わなくても。あの、やってんの？見えてるからこっちから。うん。でも正面にしてやんないと意味ないやつ。どう？いやだからもう こっちよ、こっち。これで浮いてるように見えるやつでしょ。うん。あとそれ教えたの私だしね。知ってるよそんなの。しこたまやったよ。え、彼氏っている？うん、いるよ。え、22ってどんな感じなんですか？何さっきからそのどんな感じって何よ。別に何も変わんないよ。え、仕事って何してるんですか今。いや、あそこだよ、スーパーのレジ売ってる。私が、うん、あんた来たじゃんお前。あ、でも小さくて。小さくて、はい、小さくて。何小さくてって。中1とか中2ぐらい。小さくないし今も小さいよ。なんだ、こたつでみかんが最高。まだ戸田先生とかいんの？あ、もういない。あの、うん、あのギリギリ中学1年生の時にかぶってたけど、理科の先生でしょ。大滝捕まったよね。あ、そうなの。うん、大滝先生。あ、大滝かぶってないか、サッカー部。うん、なんかわかんない。なんかでもそういう話は聞いた。
こたつ落ちてるかな。なんか物ありますよ、こたつに。うん。この間ほら、あれじゃない。ノスケおじちゃんとこの子供来たから、なんか。あ、来たんですか。何個か置いてっちゃってたの。ユースケヨシさんの子、もう大きいんですか。まあでもまだ3歳になったぐらい。うん。これ3歳、ユースケヨシさんの子なんか忘れてった。うん、かも。ちょっと取ってきます。ミカ発見。ミカあった。ミカがあった。グーンだ。食わない方がいいよ。おもちゃは。あ、開けていいじゃないか。まあいいけど。おもちゃなかった。ごめん、うん、足が伸びたからね、成長したから結構。何しちゃうの。じゃがりこ発見。もしじゃ食わない方がいいって。あとあれだよ、もうびっくりした。じゃがりこ携えて行ってなかった。ん、じゃがりこすでに携えて行ってなかった。なんか忍者みたいな。酸素欲しいから。だとしたらじゃがりこ持ってかない方がいいんじゃない。何の全然来ねえな。そうそう、暑いな。うん、そろくるはずなんだけどな。どうぞ。うん、え、どうぞ。うん、服頼んだんだよ。え、届いてるか見てこようか。来たらピンポンなんだろう。なんなのそれ。リール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 、インスタのリール。
え、リールってさ、うん、どういう感じどういう感じってない TikTok みたいな感じで。何してんの？いや、なんか、ゾゾが届いてるから。届かねえだろ。なんで掘りごたつの中にゾゾ届くんだ。かくれんぼする？しない。思春期だ。キモ強化みたいな。分かりました。あんたでしょ今。あんまりないよ食べながら腹なる人。嬉しい。ああ、そっか。じゃがりこの中に何か落としていいかよ。どういうこと？ちょっとあったかくしてから食べていい？やめて、臭くなるじゃん、熱で。あ、全然いい。こたつの中が、いや、うちだから。こたつの中がじゃがりこ臭くなるじゃん。ちょっとだけあっためていい？全然いいよ、俺はって。ちょっとだけ温めていい？温めて食うやつなんかいないんだって。なんで聞いたの？なんでゴーだと思ったの？あったかくなるって聞いた。もう食べられてるじゃん、こたつに。何してんの？